ドーグラスルイスこと、ドーグラスルイス・ソアレス・デ・パウロは、ブラジルリオデジャネイロ出身のサッカー選手。プレミアリーグのアストンビラ FC に所属している。ポジションは MF。2013年に、CR バスコダガマのユースチームに入団し、2016年7月にトップチームに昇格。8月2日のセリエ B のゥ・ b f c 戦で、プロデビュー。3日後のビラノバイ FC 戦で、 初ゴールに記録。9月には、バスコと2019年までの契約に合意した。2017年7月15日、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC と5年契約を締結。その後8月1日にシティフットボールグループ参加のジローナ FC へのローン移籍が決定。27日のマラが CEF 戦でリーグ初出場を果たした。 2018年8月31日、引き続きジローナ FC へのローン移籍が決定。2019年7月25日、アストンビラ FC へ完全移籍することが発表された。2017年に 2017FIFAU-20 ワールドカップ出場権をかけた南米ユース選手権の U-20 ブラジル代表に招集。しかし、無念の選手権敗退に終わった。 ありがとうございます。